くん、今日はですね、ふうくん人生初めてのキャンプということで、とあるキャンプ場にやってきました。ふくんキャンプだよ、キャンプ。暑いか、ちょっとじゃん。ちょっと逆光ですけど、新潟県三条市にある八木ヶ花オートキャンプ場というところです。ふくくんも初めてですし、飼い主2人も初めてのキャンプということで、いろいろ用具を買い揃えてきたので、ちょっとじゃあ準備していこうか。もう日が暮れます。夕方のもう5時半、到着したのが、買い物に時間をかけすぎてしまって到着が5時半になっちゃいました。キャンプだよ、キャンプ。ふく、ふく、キャンプ初めてということで、もう何も道具がなかったので、一応最低限買ってきました。焚き火台とかテーブルとか椅子とか、ちょっとじゃあセッティングをしていきたいと思いますんで、やっていきましょう。フグちょっと待っててね、フグちょっと待っててね、準備するから。ねえ、待って、ちょっと言うかな、うん、本日の寝床が作れました。この感じです。車中泊をします。テント持ってません。車の中で今日は寝たいと思います。窓はマグネット式のカーテンをつけて光を遮熱します。そしてフロントガラスは、まあ、よくあるやつですね、フロントガラス用の遮光シート、カーテンをつけてちょっとでも暗くして今日は寝たいと思います。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ほぼほぼ真っ暗になります。で、この上に、マットレスを敷くと。マットレスを敷いてみました。これがちょっとずつ時間が経っていくと膨らんでいって、まあ、厚さ5センチちょっとのマットレスになるということなんで、ちょっと待ってみましょう。まあ、ちょうどいいかな。はい、これがベッドです。いいじゃん。よし、じゃあちょっと火を起こす前にちょっとまずは一息ついてと。寝床が完成したのでいただきます。あー最高、うまい。ちょっとじゃあ一息ついたら火起こし係と野菜切り係でこれからご飯の準備をしていきたいと思います。喉かいたな。なる
メダメダメ。ふくんはどっか遠ざける方法はないかな。ふくんを遠ざける方法はないかな。チキン焼いてあげるからな、ちょっと待っててな。よし、こうやって炭にどんどん火をつけていきます。では火がいい感じになってきたので焼いていきましょう。ちょっと弱いかもしれないな。では火がいい感じになってきましたのでいきます。やばいぞ。え、やばい。シリカン固執確率 40%。 やば。じゃあまずは福チキンから。時間かかりそうだね、この日調子や。炭火焼きチキンを福のフードに入れてみました。食べたいか。もし分かった。今おうちに。熱くねえか。どう、福くん。福くん、美味しかった？チキン。いろいろ紹介してどんどん焼いていこう。うまそう。福チキン第二陣いきたいと思います。はい、どうぞ。福くん、いや、おいしいね、これは。福、これはおいしいよ、福くん。いや、おいしいね。いや、おいしいね。裏返して、おうちねー。うわ、めっちゃ綺麗。ヤギが花とこの空のグラデーション、めっちゃ綺麗です。綺麗だね。うん、綺麗だね。いい感じに空も暗くなってきました。海鮮投入、エビ、ホタテです。そしてまだイカもある。うまそうやな。